平賀氏。平賀氏は日本の士族、白木三郎、義満の子守義が、作郡平賀湯を有したことに始まり、この平賀義信の代に、源氏御門養として、また御家人筆頭として、隆盛を誇った。義信の子是義は文治元年、1185年に、相模守となる。二代将軍、頼家以降では、京都守護として活躍し、幕府から伊勢、伊賀、越前、美濃、丹波、摂津という近畿6カ国の守護を任され、さらに、朝廷の後鳥羽上皇の近臣となり、大内冠者と呼ばれた。最終官位は修理県大部で4位に昇進したと考えられる。是義は、承久元年、1219年正月27日、三代将軍美長の右大臣昇進の鶴岡三宮行列に列したのを、最後に記録上から姿を消す。是義の弟浅見阿炎は、父義信に次いで、武蔵守となり、北条時政の娘、牧野法小生を妻とし、岐阜時世の寵愛が災いし、元久2年、1205年、牧野法が朝、雅を将軍にしようとした、陰謀、牧氏事件が発、京都で誅された。朝雅の死後、時世の失脚後も、是義の権威は揺らがなかったが、鎌倉幕府内では、執権北条氏の権威が確立し、当初は御家人筆頭であった関次も、北条氏の下座につくようになる。また、是義の後を継いだ是信は、承久3年、1221年の承久の乱で、京方につき、平賀氏は没落した。なお、楠木合戦注文に、元弘3年、1333年の元弘の変の楠木正成を討伐する、幕府軍に動員された、新田義貞の指揮する、軍中に、新田一族、里見一族、豊島一族、平賀武蔵次郎跡、秋間一族、園田淡路入道跡とあって、武蔵守に部任された、平賀義信、平賀友常の子孫が、鎌倉御家人として存続したことがわかる。これは、新田義重と平賀守義との深い親交や、義重が、平賀氏一族の義高、義澄、義氏、義職を有志としたことが、新田氏との間の姻戚関係に発展して、新田省内に所領を得て、平賀氏本州が新田氏一党に内包されていったものと考えられている。その後は、平賀郷の在地豪族などが、平賀姓を名乗っていたが、信濃源氏小笠原氏の所領大石の勢力下となり、所領の岩村田大石出身の平賀源信が記録に残されている。源信の滅亡後、一族は、みちのく国白石に移り伊達氏に仕え、名字を白石に改め、伊達秀宗が伊予国宇和島藩に移転した際に、讃岐国に足軽として帰納した伝承があり、江戸時代後期の平賀源内は、この岩村田大石系平賀氏の子孫と自称して、平賀姓に服したという。秋平賀氏は、太政大臣であった藤原義房の後継を称し、松葉助宗を始祖としている。助宗は、源頼朝に協力して自称、寿永の乱、源平合戦で、数多くの功を挙げ、出羽平賀郡、秋高谷保、上総桜小郷、越中油田城を与えられた。助宗の子、松葉是康、平賀是康の頃に、出羽平賀郡に下校、在所の名を取って、平賀氏を称した。おもんみ、大の兄、松葉友宗は、建保2年、1214年4月19日に将軍、源、実朝を、烏帽子親として元服して、その一字を与えられてはじめ実宗、後、友宗と名乗った。是康自身も、貞永2年、1232年7月11日に、北条泰時の邸宅で元服して、大の字を与えられ、また弟の松葉是時、平賀是時も、北条時頼の邸宅で元服して、次の字を得られている。文永11年、1274年頃に、平賀氏の一族が、元軍の攻撃に備えて、大陸や半島に近い他の御家人らと共に西国に、下校。そのまま所領の秋高谷保に、御園浮を築いて、居城とした。鎌倉幕府が滅亡すると、高谷保を領していた、平賀友兼は、足利尊氏に従って活躍した。しかし、所長氏であった狂犬は、平賀氏の総領であった弟の平賀忠衆、直宗と家督相続で対。この抗争に、自家衆が勝利した結果、自家衆が高谷保に下降して、高谷保の支配に当たった。これより、平賀氏の本拠は、秋高谷保となり、出羽平賀郡等は徐々に失われていった。秋国人領主となった平賀氏は、勢力の拡大に腐心し、近隣の国人との連携を深めていった。室町時代、戦国時代における歴代当主は、大内氏当主より偏忌を受けている。応永の秋国人一揆でも、指導的役割を果たし、毛利氏の家督をめぐる内紛にも介入して、毛利宗家と諸家の和解に尽力した。戦国時代に入ると、当主の平賀広志保は、文紀3年、1503年に、白山城を新たに築いた。永正5年、1508年、周防、長門の大内義興が、足利義胤を奉じて上洛した際には、広志保も他の秋国人と共に上洛して、船岡山合戦等でもで活躍した。その後、大内氏と尼子両者の争いが激化した。大永3年、1523年6月、大内方の鏡山城が落城すると、広志保は居城であった白山城の防備に不安を感じ、近隣の遠崎山に頭崎城を築城。嫡男の協定を城主とした。ところが、協定は父の意向を無視して、尼子氏に属し、大内方に味方した広志保と孫の高宗、新九郎、後の抗争兄弟で争いを繰り広げることなった。天文9年、1540年、大内義隆の命を受けた毛利元就が高谷保へと進出、頭崎城を攻略した。敗れた協定は出家して、平賀氏の家督は協定の嫡子である高宗が相続した。高宗は大内方として活躍するが、天文18年、1549年に備後神鍋城を攻撃中に死去した。広志保は家督を新九郎に継がせようと考えたが、義高の策謀によって、平賀氏の家督は、小早川氏所流の義高のわらべが改名して相続し、平賀高志保と名乗った。天文20年、1551年に、大寧寺の変で、義高が、藤高房によって殺害されると、藤方に味方していた、毛利元就は、大内方であった頭崎城の高志保を攻めて、自殺させ、家督を新九郎に継がせた。新九郎は、毛利氏よりその祖先、大江広元にちなむ、広氏の字を与えられて、高僧と改名、毛利氏との関係強化に努め、近隣の小早川氏に養子に入った、小早川隆景と義兄弟のとなり、国人としての自立性を有しながらも、毛利氏への従属を深めていった。これに伴い偏忌も、毛利氏当主から受けるようになっている。永禄10年、1567年に高僧が死去すると家督は、嫡男の元将が継いだ。毛利氏が最大勢力を築いていた頃には、平賀氏の所領も最大となり18000石を領する規模まで成長していた。しかし、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏が防長違法となると、平賀氏もそれに随行して移住し、所領も4000石と、大幅な減俸となったため、元将はそれに苦悩して、翌年の慶長6年、1601年に家禄を返上して上洛。京都での隠棲生活に入った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。